はい、6月の11日。はい、日曜日、朝のひなです。はい、雨です。空は明るいのにね。ね。行きましょう。よし。あ、でもなんか湿度が低めでいい感じ。なんか最近ずっとあの 50% 前後なイメージが。あ、でも昨日は上がっちゃったんですよね。67とか。何のせい？蒸し暑かったから。晴れたからか。ドライにしててもやっぱりダメだった。なるほど。おはよう。おはよう。ね、この時期になるともうね。めっちゃ食べてる。臭い。あ、どんぐらい入れたの？もう昨日普通に。一杯とかで補充して、一杯一杯で補充して帰って。トレーに慣れたんだね。すごい。慣れるの早いね、この人たち。そう、昨日からなんですけど、サトレー置いたの。いいね。なんか水桶のさ、タッパーにした時も一瞬で順応したよ。ね。いや、いい子たち、いい適応力ですね。8時。あ、でもあったかい。暖房入れてるから66% です。 66% エアコンは今日もドライだな。変えていい？はい、変えよう。27度。はい、ドライ。ドライの27でいいの？うん、27で。1,3,4 掃除。日曜日だからそれだけですね。さあ、今度測っていこう。みんなおはよう。さて、みんなおはよう。ごめんね。28.4 の 29.7。 はーい。あ、あ、あ、ちょっと何？あー、首輪が、首輪がくちばしに挟まって、シャルグッズ君がかわいそう。あ、いじめられちゃう。ちょっとこっちおいで。まあ、こんなこともあるよな。うん、かわいそうに。あ、ごめん、いじめないから。いじめないから待ってください。もうすでにいじめられてるんだ。うん、ちょ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 、暴れると痛いよ。サビグッズが来るな。ああ、かわいそうに。ん？もう温度測んなくなった。いや、測ってるよ。28.5。ああ、かわいそう。30。そうそう、昨日からスターターだけにしてるけど、かえってよく食べてる気がしますね。確かに。うん。今日も 1.5 でいいんでしょ。うん、1.5 ずつとかでいいんじゃない。だんだんね、餌がだんだん大人に近づいていきます。はい、水はあれかな、うん、最近さ、水が空っぽなことなくて。ああ、そうだ、ね、タッパーの人たちね。そうだね。そのさ、東後の白桶はさ、あ、うんうん、すぐつけるじゃん。そう、多いのかな。
まあでも数は減らさない方が、あ、まだあれお掃除しするもんね。あ、そうかそうか。はいはい。それだよ。あ、今日も長い動画になる。ということで、今日も長い動画になるな。おじさんたちは全部2時後にやっちゃうか。さあ、移動の時間だ。よ、餌も一緒に向こうに。ごめんね、みんな。ちょっと、ごめんね。はい、はい、おしまい。はい、みんな、お引っ越し行ってらっしゃい。お引っ越し、お引っ越し。はい、ついてって。あ、ちょっとそこで座んないで、なんで座ったの？よ、よいしょ。はい、みんな、西号に行こうね。はい、行こうね。ごめん、ごめん、ごめん。違うよ、そっちじゃないよ。ごめんね。座らないでくれ。ね、ああ、そっちを、よしよしよし、よかった。行った。はい、はい、はい。あ、行きそう。はい。みなさん。あっち、あっち。西号へどうぞ。あ、帰ってこないで。はい、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 はい。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。オッケー。そう、山田さんが掃除の時にあっちに閉じ込めて、みんなあっちに行くようになった。うん、うん、あ、帰ってきちゃう。ちょっとここにいてくれる？ダメだって帰ってきちゃう。よいしょ。で、グループが2つに分かれているよね。そうだね、よくこっちにいる人と、あっちにいる人。うん、うん、分かれてる。そう、食べてて。いいな、掃除の間に全部なくなったらね。え、面白いですね。よし、そんなに覚えてないの？そうだね。まだこれでいける。これが当分先だ。これでいけるかな。あ、いけそうか。あ、そう、前回、うん、全部ひ、あの、このゴムの、ゴムの床も全部剥がしてやったんですよ。うんうん、お疲れ様でした。で、やって、あの、適当にそこら辺をほっぽり出してた。うん。だからもう、点で態度がバラバラね。あ、そうだね。そう、この辺、あ、昨日空いてるなって思いながら。そうそうそう。やってた。うん、あ、向こうにいっぱい糞してるのかな。あんまり汚れてない。一度たくさん掃除をしたから楽だ。よいしょ。だ。あれ、なんかいてててて、手見てなかった？あ、うん、手もちょっと擦った。痛いやつ。皆さん気をつけてくださいね。階段から落ちたらね、大変ですよ。あ、そう、階段から落ちたんですって、朝。あ、でも落ちたというと語弊が。滑った？残り3段ぐらいで滑って転んだ。ドジ。うん、何も返す言葉がない。まあね、急いでるとね、いつもはなんないこと起きますからね。靴下でね、階段を駆け下りてはいけません。なるほど。ほら、ほら、ほら。あ、その辺がだいぶ汚れているのね。そうなんだ。はい、よいしょ。あ、本当だ。もっと綺麗に食べろ。でもこれはあれでしょ、あのトレイを敷く前の。あ、そうそうそう。今日はこっちもトレイ敷いちゃおうかなと思います。まあね、我々の掃除がね、だいぶ楽減るならば、なんか前より簡単に綺麗になる気がする。
あの水曜日に森田と山田さんが頑張ってくれたからだね。あの時は、うん、全部引っぺがして、うんうん、山田さんがあのでかいやつでやった。あ、はいはい、スプレーパー、よいしょ。もうそろそろチリトリがいっぱいだ。水曜日の時はバケツが2つ埋まって、すごい。てか主に餌でね。そうそうそう、うん、もったいねえって言ってた。あ、食ってるより落ちてる方が多いんじゃねって言ってたね。え、いや、なんか1日量としたらわからないけど、相当日々の積み重ねで落としてるから。いいですね、どんどん引っぺがして。ここもお願いしていい？はい、はい。あ、うん。ふんっつった？え、うんって言ったよ。あ、コリタン、こっちもお願いします。はい。気になっちゃった。よいしょ。そうね、この間もそうだけど、うん、一度始めるとね、そうね、全部引っぺがしたい。これが取れねえ、まあいっか。 ありがとう。よし、綺麗になりました。なんということでしょう。いいよ、あれほどたくさんこびりついていたダチョウの糞、綺麗になった。たったこれ一本で綺麗に剥がせました。よし、いいですね、いいですね、綺麗綺麗。なーにしてんの。泣いて、かわいそう。潰されたい。ごめんね。うん、あ、ごめん、ここにある。よいしょ、ちょっと待って。もうはまらないよね。もう大丈夫だと思う。うん、大丈夫か。30何番だお前、足が細いぞ。で、ごめんなさい、細いね。ハゲてるな、ハゲハゲ。よいしょ、いいね、水が。もう水飲んで偉いぞ、みんな。金が、金が。はい、ということで朝のひなしゃの世話でした。バイバイ、みんな。